はい。それでは2021年2月実施、文化構想学部ですね。解説をしていきます。はい。文化構想学部の分析です。大体、大問4問で41から44問。今年は41問でした。はい。問題数は年によって変化があります。用語記述が大体、ま、こんなもんですね。今年は16問でした。ほぼ基本用語です。やっぱり全問正解を目指したいところですね。 はい、それから文学部とは異なって、まあ、出題は少ないんですけども、資料対策は必要です。2021年は,まあ,出題はありませんでした、はい、あとはご覧のとおりですね、年代配列問題は、出題される年とされない年があります。今年は出題されました、されるとこうでした、はい。で、今年度も同様ですね、分野に関して、タイムごとにテーマがあって、時代横断ですと。 いうことなんで、やっぱりこう時期をきちんとです、ね、整理するっていうのがポイントです。はい、で、今年の出題です。まあ、こんな感じになります。1990年代まで出たのは、まあ、珍しいですね、はい。文化構想としてはだいぶ後ろの方が今年は出ています。ただし、大問でいうと2問とかなので、まあ、基本的には全近代が重視されているのかなというところがあります。はい いわゆる悪問ですね、まあ、正解できなくてもいいですよっていうのはですね、3問ですね、はい。ですので、これは例年としても優しいですね。これはもうちょっと落としてしまうと、得点調整で点数が減らされてしまうことはもう必死になるので、ミスなく得点することがポイントになります。で、早稲田の日本史、生誤問題をどう攻略するかですけど、ポイントはですね、地名の語文ですね、これを見つける意識っていうのが大事です。明らかに誤ってる。 しかも、内容としては教科書の基礎レベルの内容ですね。ですから、これを見落とさないことが大事ですで。そのためにはですね、時期の判断、それから内容の判断、この2つをですね、分けてやることが大事で、まず時期判断ですね。だから最初に時期判断、次に内容判断をする。分けたほうがいいです。一緒にやると忘れたりする可能性がありますので、はい。 時期判断と内容判断の具体的な中身については、まあ、ご覧ください。はい、もう一つはですね、保留する勇気を持つっていうことですね。これは本番を想定した場合に非常に重要になります。というのはですね、次第の入試問題は、受験生が戦後判断できない選択肢、要は知らんよ、困難っていうのが入ってるんですね。で、そういう選択肢にぶつかったときに、 正誤判断をしないっていうことが大事なんですね。ですから、判断しないわけですから、保留するってことですね。はい。で、特に、語文選択の場合、例えば、誤っているものを一つ選べっていう場合はですね、その選択肢が判断できなかったとしても、他に明らかな誤り、字名の語文ですね、これがあれば、それが答えになるわけですよ。ですから、慌てないことです。はい、はい。 どうせこの後に地名の語文があるんでしょっていうような意識を持って選択肢を見ていく。で、わからないものは保留するっていう意識が大事です。わからないからって動揺しないこと。これが大事になります。で、早稲田の日本史の正語問題で難しいのが、このケースなんですよ。地名の成分を選択する場合。で、どういう場合かっていうと、まず、 正しいものを選べ。で、その際に正しいものを選べってことは、他の選択肢、例えば4つあったら、4つが全部5分であるっていうことを見極めていかなきゃいけないわけですね。ところが、そういった場合に、この選択肢が入ってくる。受験生が正語判断できないものが入っている場合、 どうなるかっていうと、残りの4つのうちですね、例えば1つが、これ正しいか合ってるか分かんねえなってなるわけですね。で、そうなっちゃうと、例えば答えが2つとかになる可能性があるわけですよ。自分としてはこれ正しいなって思う選択肢と、いや、これ正誤判断できないなっていう選択肢が1個あると、答えの方法が2つあるっていうことになるわけじゃないですか。つまり、保留法が通用しないっていことなんですね。 でただ、早稲田の場合、こういうケースのパターンの場合はね、地名の成分っていうのを選んでいくことになるんですよ。明らかな成分ですね。でここが難しいんですよ。予備校講師もですね、正誤問題解くときは、基本的にこの選択肢のここが間違ってるっていうのを一個一個弾いていくんですね。で、最後に残った、あ絵が成分だみたいな形で答え出すんですよ。 ところが、早稲田の場合は、それが通用しない問題っていうのが結構あるんですね。で、受験生は多分これが一番難しいと思います。で、ただ、大学側も多分配慮はしてると思うんです。この地面の成分を思い切って、えいって選ぶ場合はですね、ややその成分の難易度が低いんです。教科書の基礎的な知識を使って文章を作ってたりするんですね。 なので、まあ、このケースの場合は保留法は通用しないんですね使えないんですですが、まあ、あが明らかに成分だからこれが答えなんだろうなっていう形で答えるケースがありますここがまあ一つ総大日本史の正誤問題におけるポイントになります はい、それでは、問1から具体的に解説していきます。問いの番です。クーラン A に該当する語は何か漢字で答えなさいということですね。答えは姫路城ですね。まずはユネスコの世界文化遺産に登録されているということは、これ現存しているってことになります。でそして、重層の天守と白い漆喰の城壁、まあ、ここヒントですよね、白い漆喰の城壁、それから金星の城郭 つまり、安土桃山時代や江戸時代の城郭で、世界文化遺産に登録されている、まあ、つまり建造されていて、白い漆喰となれば、姫路城というふうに特定はできるんじゃないでしょうか。と、はいうの2番です。河川 A に関連して述べた文のうち、誤っているものを1つ選びなさいということですね。河川 A は665年に築かれた大野城には、百済から伝わった山城築造技術の影響が見られるという文章ですね。 でそうすると、「う」が誤りだっていうのがわかりますね。大野城は新羅が朝鮮半島を統一した情勢を受けて築かれたということですね。河川部にもあるんですけれども、大野城っていうのは、いつ作られたかっていうと665年、中野上の王子が昇生してる時期なんですね。 で、新羅が朝鮮半島を統一したのは676年です。これはいりますね。西暦年、いると思います。ただし、676年と分からなくても、例えば人心の乱の後であるとか、天武天皇の頃だなと分かれば、時期錯誤で誤りだっていうのは分かると思います。富野さん 河川 B について述べた次の文、XYZ の生後の組み合わせのうち、正しいものを一つ選んでくださいということですね。3分の生後の組み合わせ、早稲田の文庫でよく出る問題です。キビノマキビについてですね。河川 B はキビノマキビです。X、東への留学から帰国し、聖武天皇に信任されて活躍した。これは正文です。まず、キビノマキビが東への留学から帰国、つまり留学していることはまあ多分知っていると思います。でですね、 きびのまきびは1回目の留学の後ですね、帰国して、聖武天皇の皇太子、まあ、つまり後の皇賢天皇なんですけれども、の家庭教師になっています。で、この事実はね、押さえといていいと思います。あの、結構いろんなところで役に立ちます。で、例えばこういうふうに、娘の家庭教師してるわけですから、聖武天皇にも信任されます。当然、その妻、つまり皇賢の母親である皇明氏にも信任されますし、皇明氏の 兄ですね。である橘の物へにも信任された。まあそういったところからですね、彼が橘の物へのブレーンになったっていう理解をした方がいいでしょう。はい。ですから成分です。Y 藤原の広嗣の乱によって政権から排除されて失脚した、語文ですね。というのは、まず藤原の広継の方が敗北しているわけですから、まあ、排除されるはずがないっていうのが1つですね。ただし、藤原の広継の乱では、ですね広継は挙兵の理由として、黄尾のきびのまきびていうのを徴用している、これをですね理由に挙げているので、そのことは押さえておきたいですね。はい Z、エミオシカツのの乱乱では乱の鎮圧に大きな役割を果たしたし 成分ですねまず、X で解説した通りですね貢献大乗天皇に信頼されているので、笑みの推活とは対立関係になります。いいです笑、ね、みの推し活と貢献大乗天皇は対立関係ですから、当然、マキビは貢献大乗天皇の側につくことが容易に想像されます。はい、で、この時マキビは、ですね唐で学んだ兵学、これを駆使してるんですね。で、実は乱で活躍してるんです。 で実はですねこのきびのまきびは、ですねエミの死活、藤原の仲間のから、ですねなんかやたら敵視されてるんですね。で、実は、藤原の仲間の政権の時にですね左遷されて、2回目の検討士の留学生として、実はですね留学してるんですね。まあ、ですので、この欄でエミの死活をやっつけることで、復権すると。で、最後、彼は地方豪族とした異例の右大臣にまでなってます。はいなので、これは成文ということになります。 〇×〇ですので、まあ、答えはいいということになります。問いの4。河川 C に関する文のうち、正しいものを一つ選ぶということですね。河川 C は伊沢城です。正しいものです。一つ選んでくださいということです。い。佐賀天皇の時に、ふ野の渡丸が築き、以後、恵比との戦いがなくなった。これはもう誤りですね。伊沢城っていうのは、これ、桓武天皇の時ですから、佐賀天皇の時じゃないですね。 でまあ、もっと言うと、ふ野の渡丸まって書いてありますけど、魚上のたまらものですから、まあ、時期が違います。う、アベノヒラが、出和国の拠点として築き、日本海側からの進出の拠点とした。安倍の平ラはこれ、7世紀の飛鳥時代なので、もう全然時期錯誤ですね。はい、でしかも、出和国の拠点とかあります。日本海側ってありますけど、まあ、イサージョン、日本海側ではないですからね。まあ、いずれにせよ、誤りです。え 築城後に陸国府が移され、朝廷の東北支配の拠点となったってあるんですけど、これは語文ですね。なんでかっていうと、まず伊沢城は鎮守府が移されただけなんですね。で、陸国府は多賀城のままなんです。まあここの鎮守府と国府の違いっていうのはきちんと整理をしておきましょう。はいお これハりのあざまロの乱の時には、一時攻め落とされて放火された。これは多賀城の記述です。伊沢城の記述ではありません。そもそも、これハりのあざまロの乱を一つきっかけに、東北地方での戦乱というのが本格化していって、でその対応策として、魚上の田村丸が派遣されるわけですから、まあ、時期錯誤でもありますよね。はい。いずれにしても誤りです。問いの5、河川 D と同時代の作品でないものを一つ選びなさいということですね。河川 D の一辺承認へ伝。 これはもう鎌倉時代の作品です。ですから、鎌倉時代の作品ではないものを選べばいいということなので、おの四季山園芸巻、これ、陰性期の文化ということで、まあ、文化史の基本ですね、歴史用語と文化区分というのがきちんと整理できているかということになります。答えはおです。問いの6、戦国大名浅倉市の巨漢を中心に成立した城下町を漢字で記入する。まあ、これはいいですね。一条状に基本問題です。漢字間違いないように気をつけてください。 河川牧府に関連して述べた文のうち誤っているものを一つ選んでくださいということです誤っているものです一つ選びます桃山文化記の城郭建築に関連する文章ということになります五文は絵ですかね秀吉の城落寺の巨漢として築かれた二条城の二の丸御殿は桃山文化の代表的な意向であるこれは誤りですねまず二条城っていうのを築いたのは秀吉ではないですねこれはもう違います 二条,条は江戸幕が築いたものですでこの問題、やらしいのは、他の選択肢も含めて、ほとんどが、ねまあ、文化史関連で、アが朝鮮出兵の侵略、侵略の出兵拠点として、肥前に大阪城に次ぐ規模のとかって、まあ、ちょっと分かりにくい文章が入ってるんですけど、これがもう、絵が明らかに古文ですね。 文化史に見えて、実は政治史からの主題という、まあ、文化構想はこうテーマがまたがりますんで、こういう主題もありうるわけですね、はい。どうでしょうか、対応できましたでしょうか。 問いの8河川寺に違反,と違反したとして、1619年に改役された人物を1つ選びなさいということですね。えー、河川部寺は武家諸ハットで無断での居城の修理や近地新規の築城を禁止したなので、まあ、これは秋広島城主の福島正則と分かります。これはもう早計レベルだったら確実に正解したい知識問題ということになります。問いの9 空欄 B に該当する語法を漢字で記述しなさいということですね。空欄 B の前後を見てみると、幕末になってから、まあ、北辺防備のためにフランス式築城法による B が函館に建設された。ヒントはこの幕末っていうのと函館っていうことですかね。で、まあ、この2つが読み取れて、まあ、軍事施設に関する文章ですからね、語稜郭っていうのはわかるんじゃないかなと思います。まあ、漢字ミス注意ですよね。はい 問いの10、賃貸の所在地ではない年を1つ選びなさいということなんですけどね、まあ、これはもう正直できなくていいです。はい、井の金沢です。もうこれはもう知識問題で、まあ、教科書にも載ってませんので、はい、悪者類という理解でいいです。はい、はい、続いて、大門の2番です。 問いの1番、古墳時代に行われた熱湯に手を入れ、火けどの具合で真偽を判定する審判を漢字で記述しなさいという問題ですね。まあ、説問文から書く形と分かるんですけども、まあ、漢字が正確に書けたかどうかですね。まあ、よく早稲田で書かされる漢字っていうことになります。はい。漢字ミスに気をつけてください。問いの2、下線部 B に関する文として、正しいものを1つ選んでくださいということですね。正しいものです。選ぶのは1つということですね。 河川部 B は何と書いてあるかと言いますと、古代律令国家の完成ではということですね。選択肢の A。式部将は宮中の警護を担当した。えっ、ー、と、これは実際に問題で訂正が出ています、えー。最初は儀式って書いてあったんですけどね、警、ま、護、あの誤りですという訂正が出ております。これは語文です。宮中の警護は中塚佐将の担当です。まあ、そうですね、宮中とあるので、まあ、 普通、宮内省か中塚佐省かなって推測すれば、式、まあ、部省は違うかなっていうのがなんとなくわかるんじゃないでしょうか。い、エモ門府は地方の治安維持を担当した。これはもう明らかな語文ですね。江門府ら後江府は、これは基本的に中央の警備を担当してますので、これはもう場所が全然違いますね。地方が違うということになります。はい。う、人技官は神職や僧侶の活動を監視した。ちょっとこの、監視したとか言われると、え とかって思うかもしれませんが僧侶関連っていうことで考えると僧侶を管轄するのは事務省の担当ですので仁義官ではないいいですよねですからま誤、あ、分という判断はできると思います選択肢の O 大名言のもとに社大臣と右大臣が置かれたこれはもう明らかな誤文ですね大名言って大臣の下にいる官職なんでもう文章自体がおかしいということになりますですので 他の選択肢が全部明らかに間違ってるので答えは A ということになります。問いの3番です。空欄 AB に該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つということですね。まあこれはいいと思うんです。A で未動関白期ですから、まあ藤原の道長。九条金真の日記なんで極用です。まあこれに該当するものを選べばいいので答えは O ということになります。 問いの4です河川 C の時期の文化について述べた分、次の分、XYZ の生後の組み合わせのうち正しいものを一つ選んでくださいということですね。正しいものです。一つ選びますということですね。河川 C はですね平安時代後期から鎌倉時代前期という時期設定があります。X。後白河法は貴族社会で流行していた漢詩文を集めて良人秘書を編んだ。これはもう明らかな誤りですね。 両人秘書ですから、これ基本的な今用です。ですから監視文ではないですね。ここが誤りということになります。はい。Y。長元は宋出身の技術者とともに、兵士の焼き打ちにより焼失した東大寺の再建に尽力したということですね。これは成文です。宋出身の技術者が陳和家と呼ばれる人物であることも押さえておきましょう。それから建築様式が大仏様であるということですね。OK。 さあそれからもう一つがですね彼が東大寺を再建するときに漢神っていうのを行ったということですね、はい、この三つは押さえておきたいところになります Z 文章を用いず絵だけで物語を表現する絵巻物が発達しバン・ダイナゴン絵巻などが制作された時期はバン・ダイナゴン絵巻ですから陰性期で良さそうなんですが文章を用いず絵だけで これは誤りですね。絵巻物っていうのは言葉書きがありますので、A だけっていう部分が誤りということになるので、これ5分ということになります。ですので、5分、成分、5分ということになります。ですから答えはい、e、いということです。問いの5、下線 D に関連し述べた文のうち、誤っているものを2つ選ぶ。誤っているもの、2つです。 2つ選びなさいということになります。河川 D は、武士の政治も思想や宗教とは切り離せないものというところですね。室町幕府が禅宗寺院に出版させたおとぎ造紙は御三番と呼ばれた。まあ、これ結構むちゃくちゃ文章ですね。おとぎ造紙ていうのは庶民の文芸です。で、禅宗寺院、室町幕府が報服する御三派の禅宗寺院に出版させたのが御三番ですから、もうなんか全然文章として合わないので、誤りということですね。 明から渡来し、大幕宗の快層となったインゲンは、江戸幕府から布教を禁じられたということですね。ここ語文です。で、まず、このインゲンというのはですね、実は江戸幕府から結構手厚く保護されてるんですね。イエとナキの時に日本にやってくるんですけど、まあ、あの徳川幕府はですね、結構これを保護しています、はいで。そのことを知らなくてもですね、まず江戸幕府から布教を禁じられたのは、基本キリスト教と日蓮宗の不熟不正派ですよね。 日練習を信じない人からは施しも受けないし、自分からこう、あのお坊さんとしてね、例えばお経をあげたりとかそういう施しもしないっていう、まあこういう宗派で、仏教の方がですね、幕クよりも偉いんだみたいな立場を取るんですね。 でこう日練習が大事だみたいなことを強めに言うんで、他の宗派攻撃するんですよね。で、この2つもあって、ですねキリスト教と並んでこの日練習の不自由不正派っていうのは、布、ま、教、あ、が禁じられて弾圧の対象になっています。そのことまできちんと押さえておきましょう。うとうが明らかな語文ですので、正解にはたどり着けると思います。問いのろく 徳川綱吉の将,将軍就任を受けて、武家諸法と改正を行ったと。で、その時の武,武家諸法と改正の内容について述べたもの、正しいものを選んでください。一つですということですね。綱吉なんで、武家諸法と天なれということになります。じゃあ選択肢気味しましょう。あ、武家転送の制度が新たに加えられた。これはもう語文ですね。武家転送は苦言の役職ですから、もうこれ武家諸法と全く関係ないですよね。武家の話ですから。はい。 参勤交代の制度が新たに加えられた。武家諸法ッに参勤交代が制度化されたのは、これ家光なので、時期錯誤で誤りということになります。う、巡視の禁止が新たに定められた。で、これね、古文なんですけど、巡視の禁止はですね、武家諸法ッ官文令が発令された時に、別紙でもう出されてるんですよ。なので、新たに定められたっていうのが誤りなんですよね。 でただね、まあ、これを五分判断させるっていうのはどうなのかなと思うんですね。まあ、正直、文章がよく練られてないので、まあ、分からなければ保留してください。はい。これはあんまり良くない問題ですね。あの知識がきちんとある子、実は武家順圧と天レーには、殉死の禁止っていうのは追加されてるんですよね。で、そのこと自体は事実なので、知識を持ってる子がちょっと逆に悩んでしまうという、あまり良くない選択肢っていう感じになります。 大名の大地に励むべき内容が、中高霊法から学問系のこれもう全然めちゃくちゃですよね。中高霊法っていうまあ言い方でも、最初もともとそうでもないですし、学問系のに変わったという事実もありません。ですから、明らかな誤りです。大名の大地に励むべき内容が、文部キューバから文部中高へと変わった。えっとですね、これが自名の成分なので、先ほどの選択肢のうを保留してもですね、 が読めればもう成分になると思うんですねなので、正解にはたどり着けます。なので、これは正解したい問題という感じです。ただ、ちょっと選択肢のうがですね、問題が練られてないので、受験生にとっては気の毒かなという感じがします。問いの7、1811年に幕府が設置した洋書などを翻訳する組織を漢字6字で記述する。1811年なんで、時期としては火星文化ですよね。一番最後の文化ってことになります。 で、要所などを翻訳する、まあ、組織ということで、あとは漢字6文字。まあ、これがヒントですよね。これで番書を上げご用と分かると思います。漢字を正確にね、番の字とか、和、ま、げ、あ、とかね、はい、気をつけてください。問いの8、下線字に関する文として、正しいものを2つ選んでくださいということですね。はい。 正しいもので2つです。い、ごぼうの形状を定め、キリスト教の布教を容認した。これはもう5分ですね。大丈夫だと思います。ごぼうの刑事ではキリスト教の布教は禁止してます。ごぼうの刑事の段階では、エドバックの民衆政策、継承してますんでね。ところが諸外国の批判を受けて、この考察は取り除かれますんで、布教はまあ事実上刑、まあ、黙認っていう感じですかね。 でこのあと、大日本帝国憲法が発布されたことによって信仰の自由が保障されるんで、これで晴れてキリスト教はまあ公認されるということになります。う東京や横浜で鉄筋コンクリート作りの洋館が建てられたということなんですけどね、これは語文です。鉄筋コンクリートっていうのが誤りですね、鉄筋コンクリートが出てくるのは大正期ですね。 特に思いい出しやすいのが関東大震災以降、まあ、関東大震災以降ってことになるともう昭和戦前期ですけどね明治初期はレンガ造りですですので鉄筋コンクリートではないので誤りということになりますを教部省を設置しアメリカに習った外交制度を導入したこれはもう明らかにんですね文部省ですからはいアメリカに習ったというところもまあ ここも実は古文ですね。フランスなので誤りということになります。はい。問いの9。憲法講話を表し、有力な憲法学説を唱えたものの、国体名調声明によって学説を否定された学者を漢字で答えなさいということですね。国体名調声明とありますので、天皇旗関説問題で、見延べ拓樹氏と分かると思います。まあ、延の字ですね。まあ、漢字きちんと書けるかなという問題です。問いの10。 1990年代に起きた出来事を述べた文として、誤っているものを一つ選びなさいということですね。1990年代のというふうに時期設定がしてあります。で、消費税が導入された。これはですね、1989年の4月、竹下登内閣です。これは覚えてください。で、ちなみにこれが平成元年になります。平成1年です。H1 と書いておきます。 でこの竹下登内閣の時に、まず昭和から平成に移行したということも押さえておきたいし、でまずこの1989年、まあ、僕、あまり西暦年を覚えてくださいって、そんなに強調しないタイプの教師だと思うんですけど、これ、なんでかというとです、ね、消費税導入で、この消費税っていうのがです、ね、時事的なテーマなんですね。ちょっと次のページを見てください。 で消費税のです、ね、こう導入と、パーセントの推移の歴史っていうのは、ね、結構やっぱ入試で出るんですね。というのは、2019年の10月に8%からです、ね、10%に増税して、まあ、2年弱経つんですけれども、という時期なので、結構、時事のトレンドになるんでですねなのでここら辺ですね。 それから5%に増税、橋本龍太郎内閣とか、8%に増税、安倍晋三丸井内閣とか。まあ、これあの、私が実際に授業で使っているプリントをですね、まあ、そのまま掲載したものですので、あの、もし勉強の参考になればなというふうに思います。大門さんです。 問いのうち、河川 A に該当する語句を漢字三字で記入しなさいということですね。河川 A は常設の小売店ですので、まあ、これはいいでしょう。見せ棚ですね。漢字が書けるかどうかという形になると思います。問いの2、河川部 B に関して述べた文章のうち、誤っているものを2つ選びなさいということですね。誤っているものです。2つ選べです。河川 B は港町です。 博多の市政は、江合衆と呼ばれる豪商の合議によって運営されていた。これは語文です。江合衆ですから、これはもう堺です、はい。これは違います。で、博多は年行事ですね。大丈夫でしょうか。お博多の竹の女王、堺の千利休らの商人によって詫び茶が確立されていった。竹の女王は堺だっていうのができたいところですね。大丈夫ですかね。村田樹香、竹の女王、千利休と。だからこの2人は、 両方とも堺とともいうことになります村田浄光はですね、ちょっと実在するかどうかも分からない人物なんですが、京都の茶人だというふうに言われています。問いのさん、河川 C, C に関して述べた文章のうち、正しいものを1つ選びなさいということですね。河川 C は防火・消火体制ですね。 でこれ文章を読むと、まあ、もう江戸時代になってるんですね、でしかも河川 C の前に、ですね享保記にはとか、都市政策としてとかってあるので、まあ、ここら辺見落とさないで読んでいくと、ですねあ江戸は特に法暦の大会を繰り返したいかに見舞われていた、まず、法歴っていうのは、法歴天明記なので、これ、田沼時代です、そしたら享保記、吉宗記よりは後になります、ですから、語文です。 でえっと、法歴の大化ってこれ、実際にあるんですね、18世紀の後半に。なんですけど、もうこんなもん当然覚えなくていいです。はい、それよりも、明暦の大化、これがいいですか、4代将軍の家綱の時だっていうことの方がよっぽど重要です。で、この明暦の大化から復興っていう話になるんで、5代綱吉の時に幕府は財政難になってくる。 財政問題っていうのが政策の中心として浮上してくる、それを抑えてください。はい。いいです。町部業の遠山影元、遠山金次郎が中心となって推進したということですね。強暴期だってことが分かっていればこれ直営作業です。遠山影元は江戸時代後期の人物です。で、直営作業であることが分からなくてもですね、強暴期の防火消火体制は 同じ町奉行でも大方助けですね。この人が推進したことは知ってると思うので、内容判断でも正解できると思います。はい、内容判断で正解で十分問題ないです。はい、う、消化組織として新たに常備消しと町き消しを,を組織した。これはもう誤りですね。常備消しっていうのは命令の退化後に組織されているので。はい 強法機に設置されたのは待ち日消しとということですだからこれ、時期設定をもう分かってないとですね、選択肢ないっていうかよく分からないみたいな感じになってしまうんですね。はい。え 町火消氏は町奉行の支配から独立した自主的な組織であった。これは、意で町奉行の大方助けが設置に関わっているということを考えたら、もちろん長人が組織したものなんですけど、自主的な組織とは言えないですよね。まあ、言うので、誤りというのが分かるんじゃないでしょうか。問いの4 クーラン A に該当する語句を漢字6字でとあります。貧民救済のための医療施設とあって、漢字6字とありますので、小石川養生所ですかね。まあ、時期的にも強法機なので、まあ、これしかないかなというところがあります。はい。といの後、河川 D に関連して述べた文章のうち、正しいものを一つ選ぶということですね。正しいものです。一つ選べということですね。で 河川 D は、基金や米価高騰による生活難から、都市では仮想民が打ち壊しを起こすなどしたという文章です。はい。あ、教法の改革後、教法の基金が起こり、江戸では米問屋が打ち壊しにあった。誤りですね、直錯誤です。教法の改革の後ではなくて、これ、最中に発生してるんですね。なので、誤りです。い 天明の基金では富士山の大噴火と例外などによる大基金が広がった。これは語文ですね。天明の基金は浅間山の噴火です。はい、で富士山の噴火っていうと、ですね、まあ、かなり細かくなりますけど、綱吉の宝永の大噴火ですね。まあ、これが一応入試で問われる可能性が、総計レベルだったらありますので、頭に入れておきましょう、はい。この宝永の大噴火からの復興のために、 諸国高薬金っていうのを幕府が集めたということも、プリントなどでチェックしておいてください。え、天保の改革後、基金で一気打ち壊しが続発する中、大潮の乱が起こった。これも誤りですね、天保の改革後じゃないですね。大潮の乱の方が先ですね。1830年代。いいですよね。で、天保の改革が1840年代ですので、まあ、時期錯誤で誤りということになります。お、 幕末開国に伴う物価上昇に基金が加わって都市では世直し1期が頻発したうーんちょっと難しいかなっていう感じがします基金が加わった事実っいうのはないんですねだからここの部分が誤りなんですけどでただですね「お」の正語判断ができなくても「う」ですねこの文章が自明の成分なんですね読んでみますと「天明の基金で1期や打ち壊しが頻発する中田沼時代は終わりを告げた」 まあこれ有名な話ですよね。で、その後成立した松平定信政権、関政の改革では、この基金とか打ち壊しが起こらないように、もうかなりこう神経を注いだというかね、いうのは有名な話なので、いずれにせよ、うが自命の成分です。ですから、正解はしときたい問題ということになります。問いの6。下線部位に関して述べた文章のうち、誤っているものを一つ選びなさいということですね。誤っているものです。一つです。答えをですね、 河川部 E は、バックは農村の復興と江戸の都市政策に取り組まざるを得なかった、まあ、先ほど問いの5番で扱いましたけれども、いわゆる天明の基金の中で江戸で打ち壊しが起こる、それから各地で百姓危きが起こっている中で、バックはこういう江戸の都市政策、それから農,本農村が荒れ果てているので復興をやっていかなければいけないということですね。その中で、お 七部金積み立ての方を設けたが、運用を見ることなく打ち切られた、まあ、つまり意味がなかったみたいなことを言ってるわけですけどね、まあ、これは事実ではないですね。実際に七部積み金で積み立てられた金銭、これをです、ね、運用する江戸町会所っていうのも設けられていてで、基金の時にこの積み立てた金銭でもって、ですねお米購入して炊き出しとかもやってますので、はい、その意味で誤りということになります。問いの7、クーラン B に該当するごくを三次で記,入記述するということですね。 空欄の前後は江戸に流入した貧民に帰郷を命じる B の方を出したというふうにあります。それからですね、こういう文章を読めばですね、時期設定がまあ天保期ですね。天保の改革の時期だっていうのもわかりますので、人返しの方っていうふうにはわかるんじゃないでしょうか。 はい、で、まあ、こう、法とも出てますし、字数も3字でってありますから、まあ、人がいって、まあ、死を入れるから3字なんだな、みたいな感じで考えれば、まあ、できると思います。はい。問いの8、横山玄之介が表した著書の名を漢字7文字でですね。横山玄之介ってあって、漢字7字でなので、まあ、日本の仮想社会。まあ、これはもう、知識問題で自明だと思います。問いの9、 河川 G に関連して述べた文章のうち、誤っているものを2つ選びなさいということですね。誤っているものです。選ぶのは2つということになります。あ、家屋倒壊を中心とする地震被害で、東京、横浜はですね壊滅的な打撃を受けた。もちろん、家屋倒壊もしてます。ですが、これ、ちょうど発生したのが昼時なんですよね。で、火の手が上がって、で、これ、風が強い日だったんですよ。で 火災で焼死している人が非常に多いんですね。なので、この家屋を中心というここの部分がそうとは言い切れないだろうということで誤りですね。はい 大震災の際、戒厳令下で発生した虎ノ門事件により、山本権衛内閣は装飾した。これはもう語文ですね。というのは、虎ノ門事件は、難波大輔による摂政広仁宮、後の昭和天皇襲撃事件ですけれども、これ、関東大震災とは関係ないですね。関東大震災の後ですので、最中ではありません。なので、うは、まあ、地名の語文かなというところになります。 あの正誤判断がどうだったですかねって感じですね。これできないと多分、おの正誤判断ができなくなってしまうんですよ。で、おの正誤判断ができないとなると、これ2つ選ぶが結構難しいんですね。はい。で、なお、おの正誤判断できなくていいんですけど、押さえておきたい知識としては、帝都復興院総裁の後藤新平、これが その復興案に関して作成した、復興策っていうのを作成したっていうことは、えておきたいところになります、はい、実はですね、この後藤新平って、どちらかというと、大ボラを吹くような傾向のある人で、すごい復興策がですね、もうお金がかかりまくる案出してくるんですよ。で、まあ、これは無理だよっていうことで、財政規模がですね大幅に縮小されたっていうような、実は逸話がこうあるんですね。はい、というのもあって、まあ、選択肢をの文章になったというふうに思います。 まあ、差のつく1台かなというふうに思います。問いの10、河川 H に関連して述べた文章のうち、正しいものを1つ選びなさいということですね。あ、航空機は第二次世界大戦で初めて戦争に登場した。これは誤りですね。第一次世界大戦の時に新兵器で出てきてますので、まあ、これはもう誤りということです。う、アメリカ軍は開戦当初から B29 による日本本土への空襲を繰り返した。これは誤りですね。 まず、日本本土への空襲を繰り返す、つまりこれ、本土空襲の本格化のことを言ってます。で、これは、サイパン島陥落のあとなので、海戦当初がないですよね、サイパン島陥落が1944年、でもこれで東条秀樹内閣総辞職しますから、海戦当初っていうと、まあ、当然東条秀樹内閣ってことになるんで、まあ、こういうふうにですね、内閣とかを考えても、これは誤りっていうふうに分かると思います、五文です。 えアメリカ軍は空襲の目的を軍事施設や工業施設の破壊に限定していた、まあ、これはもう明らかなご分ですよね、一般市民を大量に虐殺してますんで、限定した事実は当然ないとで、広島には原爆を落としたとか、そういうことを考えても誤りだなっていうのは分かると思います。選択肢の5、大都市部では空襲の被害を避けるために、小学生が集団で地方に疎開した。 で、これ5分なんですけど、これはできないですね。というのは、ここが誤りなんですよ。小学生ではなくて、国民学校生です。で、おそらくこれ、大学側の論拠としてはですね、山川の小説日本史の366ページにあるんです。軍需工場の地方移転、住民の遠護疎開、国民学校生の集団疎開。で、戦争中にですね、 日本はこう軍国主義を徹底していくためにですね、小学校を国民学校と解消してですね、しかも義務教育を6年から8年に延ばすような計画を立てているんですね。実際に義務教育の延長は実現しませんでしたけれどもこの戦時中はですね、基本的に国民学校と小学生は呼ばれてるんですね。で、 他の教科書を見るとです、ね、山川の新日本史や実況の日本史美はです、ね、学童とか学童疎開って言葉を使ってるんですよ。まあ、私も高校時代、学童疎開っていう言葉を習いましたけど、でこの学童っていうのが、まあ、小学生だっていうのは教えると思うんですね。 これは分かっててないとまずいと思うんですけど、これが当時国民学校生だったっていうので、まあ、罰にするっていうのはちょっと厳しいかなというので、まあ、これはもう悪問に近いですね、はい。なので、おで罰になった人はやむを得ないかなという感じになりますね。いとおの判断で、例えば、まあ、おが成分って選んでしまったっていう人はやむを得ないかなという感じになります。 ちなみに、イ、日本は日中戦争時、中国の重慶などに対して空襲を繰り返していた。これね、重慶爆撃っていう、結構その無差別爆撃で、日本が今でもこう批判される一つの、まあ、出来事なんですね。なので、まあ、これ、総計レベルで重慶爆撃なんとか出てますので、このイが成分だって分かった人は、多分ん、お、ま、う、あ、はなんかよく分かんないけど、五分かなみたいな感じで選んだ人はまあいると思います。ただ、大丈夫です。できなくて、気にしなくていいと思います。 はい、では、大問4番です。問いの1、800年以にわたり、帰国後に見解論を表し、何との諸州に反論した人物を選ぶということですね。これは、まあ、見解論から最長だっていうのはわかると思いますし、何との諸州に反論した。 階段を作れって言って対立したんですよね。まあ、そこから最長と分かりますので、答えはいということですね。まあ、降臨上岸文化に関する基本的な知識という感じになります。遠いのに、空欄 A に該当する地名を漢字で記述しなさいということですね。空欄 A の前後は、宋の時代になると、平の忠盛は日宋貿易に着手し、で、その息子ですから、まあ、これ清盛ってことになりますね。で、摂津のとありますから、まあ、ここで大和田の泊まりっていうのはもう分かると思います。はい。 問いのさんこの計画を足利尊氏に進めた人物で西鳳寺庭園の策定でも知られる人物を漢字用字で記述しなさいということですね。この計画が天龍寺の建立なので、まあ、これはもう無僧礎石ていうのは地名ですね。あとはもうこれが正確に漢字で書けるかどうか,です、ねはい、それから無双組織がですね。 この人、策定の名手なんですね。庭を作る結構上手い人で、で西高寺庭園、まあ、これ、苔寺とかって呼ばれるんですけども、ここの庭、結構有名ですんで、これも文化史の範疇で出題されますんで、押さえておいてください。問いの4、慣例に認じられた氏を2つ選びなさいということですね。まあ、これは基本問題ですね。芝と畠山ですんで、後へということです。はい、問いの5、河川 D の精度を漢字で記述しなさいということですね。 河川はどうなっているかというと、幕府は特定の商人たちに仲間を作らせ、輸入キートを一括して購入した。まず、この輸入キートの一括購入ですよね。で、この幕府というのがまあ江戸幕府であることも自明なので、まあ、これからイトアップ制度というふうに分かると思います。制度を聞かれてますので、イトアップ制度が正解ですね。はい、もし仲間を聞かれていたら、トアップ仲間を答えてください。宗、えー、計を併願で受ける人ね、このイトアップ仲間、 最初、どこの商人で結成されたか、途中で2つ加わってますんで、はい、言えますか言えない人はチェックしておいてください。はい。問いの6。七代将軍徳川家継の時に、この制限令を発することを嫌疑した人物が表した書物ではないものを2つ選ぶ。違うものってことなんですね。2つ選ぶということになります。まあ、こういうのちょっと見落とすとね、大変になります。はい。まず、 七大将軍徳川家継ですでこのじゃあ制限令とその人物を特定しなきゃいけないんですけど7代将軍だっていうのと、はい、幕府は新戦オランダ戦の年間の貿易額を制限したでこれから開革御指針で聖徳心霊長崎心霊だなって分かりますんで人物は荒井白石ということになります、はい、その上で選択肢見ますと「い」「西南はこれ荻生空の著作で まあ吉宗に出された政策提言書ですから誤りですし、「尾の世紀物語は本田俊明の著作ですので、これも誤りということになりますね。で、これもいいですか例えば「尾に関しては、この荒井白石なんだから、元禄文化っていう、例えばこういう特定の仕方ですよね。で、例えばそうしておくと、あ 違うな、オはこれ、法力天命記だなとかって、例えばそういうふうにもチェックがいきますんで、やっぱりここら辺のです、ね、時期をこうパッと出せるっていうのは、もう自分がこう、ちょっとね、自信がなかったときでも、あ、これ文化の区分が違うから誤りだとかって判断できますんで、そういう力をですね、まあ、身につけてもらえるといいかなというふうに思います。で、ちなみにです、選択肢のは折りたくし輪の木ですね。まあ、これに関しては、もう荒井白石の自助伝です。 これ気をつけてください。折りたくしばの木、利の字ないですからね。これ書かされることありますので、チェックしておいてください。それから、結構過去に未見資料の主題がこうあったりしますので、まあ、新井白石の自助伝ですからね、例えば荻原重秀とか攻撃してますんで、ここら辺ちょっと気をつけてください。はい、う、個室はですね、これ新井白石が表した日本初期身体感これの解説書なんですね。まあこの いわゆる神話をどのように理解したらいいかっていう解説書です。それから、え、採卵遺言ですね。ちょっとここ漢字変換が出ないのでえ、こういう形の表現にしてますが、これはイタリア人宣教師のシドッチの尋問に基づく世界地理書ですね。シドッチ関連の著作、もう一個大丈夫ですかね。はい。怪しい人はチェックをしておいてくださいということになります。問いの7。 空欄 XYZ に入る品目として正しい組み合わせを1つ選びなさいということですね。1865年と1897年の日本の輸入品と輸出品の上位ランキングの表が出ております。で答えはうですね。で、分かりやすいのは多分ここだと思います。1897年ですから、1890年代なので、 を綿貿石業で産業革命進展してるってことになります。で、そうすると、輸出品の2番目、つまり Z、これがもう絶対に綿紙になるんですよ。で、そして、この綿貿石業は、基本的に綿貨は輸入してるんですよね。インド産とか中国産、アメリカ産です。で、そうすると、Y が綿貨で、Z が綿紙になるんで、 これに該当する選択肢探すと、もう答えはですね、うしかないんですよ。なので、もういきなり答えがうっていう。で、まあ、X は検討の必要がないっていう感じになるんですけど、X も一応言及しておくと、 1865年ですから、これ、幕末ですよね。まだ日本は産業革命が進んでないので、当然、外国に対して工業製品を輸出するってことは当然ないわけですね。だから、生糸とかお茶とかってことになりますし、逆に欧米列強は産業革命が終わってるわけですから、工業製品を輸,入しあの輸,入輸出したいですよね。そうすると日本の側が工業製品を輸入することになるんで、ここに綿織物が入るってなると、あなるほどなっていう感じになると思うんで、これで問題ないでしょうということです。 問いの8、河川寺の工場の名前を漢字、語字で記述しなさいということですね。これは河川の前の,キートの生産というのと、群馬県の官営工場の設立というのから、まあ、富岡製糸場というのは地名なんですけど、ここを変なふうに書くんですよ。これ、ー糸作ってますから、これ、糸なんですよね。紙とか書かないように、はい、気をつけてください。問いの9です。 この時期に主に海運業、造船業で距離を得て、蓄財した人を漢字三字で記述しなさいということですね。でね、まあ、これはもう軽、け願で早稲田いろいろ受ける人の向けってことになりますけど、こういう言葉に敏感になってください。この時期。この問題はもう自明ですよね。 いいですよねこういうふうに書いてあって、でしかも問題文に将棋の駒の動きに例えてって、まあ、常識で考えれば、船成金ってことになるんですけど、でこの時期っていうのをやっぱクリアにする意識ですよね。で、河川 H の前に第1次世界大戦が起きるとってありますから、ああ、対戦契機だな。で、そうしてから船成金ってやっぱ答え出してくださいいいですねはい。 雑に問題を解かないことですね。入試が連続してくると疲れてくるので、やっぱり問題の解き方が雑になったりするんですよ。丁寧に丁寧に解いてください。問いの十です。空欄 XYZ の正語の組み合わせのうち、正しい組み合わせを一つ選んでくださいということですね。正しいものの組み合わせ一つです。XYZ ということですね。まあ、この三分の正語判定です。X。 為替レートの安定と国際決済の円滑化を目的に発足した IMF に日本は1952年に加盟した。これは山川の小説日本史の文章をそのまま抜いてきてるんですね。まあ、早稲田が問題サボるときは大体こういうことやってくるんですけど、まあ、なのでこれ、成文です。で、IMF に1952年に加盟したのを、この1952年は覚えておいていいと思いますあの。結構いろんなところの出題で見ますんで、まあ、チェックしておいてください。 Y、自由貿易の拡大と関税引き下げを目的に発足した OECD に日本は1952年に加盟した。これは誤りですね、OECD 加盟はですね、池田内閣の時なんですね。でそうするともう1960年代になりますので、絶対に1950年代ではないです。もうこの現代史の鉄則ですよね、出来事、内閣、年代であれれれみたいな、ここの年代おかしいよねみたいな、はい、いう感じになります。Z、 加盟国の復興、開発を目的に発足した g ッ t に、日本は1957年に加盟した。で、これは誤りなんですけど、55年なんですよ。で、ただね、まあ、これはできないですね。できなくても気にしなくていいと思います。だから、まあ、いって罰になっちゃいましたっていう人は、全然 OK です。はい。問いの11です。次のイロハニの出来事が起きた順番として、正しいものを一つ選びなさいということですね。最後に。 時代配列問題ですね、並び替え問題が出てきましたけどもイ、イラン革命が起こり、アラブの産油国は原油価格を3倍に引き上げた。ロ、第4次中東戦争が勃発し、アラブ石油輸出国機構 o ア p e c は、欧米や日本への石油輸出を制限し、原油価格を4倍に引き上げた。ハ、ニクソン大統領は日本へ円の大幅な為替レートの切り上げを要求した。 5カ国の増殖、中央銀行総裁がニューヨークのホテルでドル高の是正に合意した。近現代の並び替え問題、配列問題は、基本もこう、まずね、年代と内閣をやってみるっていうのがいいんですよ。いいですよね。で、例えば、イラン革命です。70年代後半。これはいいと思います。内閣は出すのはきついと思いますけど、少なくとも70年代後半はいけると思うんです。OK。ロ。 第四次中東戦争ってありますから、これはいけますよね。ちょうど1973年。だから70年代前半。だからこれでいいです。70年代前半で。はい。で、ちょうどこれが一つきっかけとなって、高度経済成長が終わるわけですから、内閣は田中角栄内閣です。これは出ないとだめです。いいですね。次。ニクソンショックです。ニクソン大統領、大幅な切り上げを要求した。これ、1971年です。 ですから、1970年代前半で、はい、で、これはちょうど佐藤栄作内閣です。これも出てこないとダメですね。はい、2、五カ国の増殖中央銀行というキーワードと、ドル高是正、でまあ、これですよね、これが一番大きいですよね、ドル高是正。なので、プラザ合意となります。 1980年代で中曽根康弘内閣です。もうこれはもう即出てこないとダメです。絶対に出てこないとダメ。で、そうすると、2だけ1980年代。残りが1970年代ですから、もうまず2が一番最後に来ないとダメです。そうすると、選択肢見ると答えも意と絵に絞れます。いいですね。で、その上で、じゃあ、それ以外についてて、 検討するとですね、ニクソン大統領のこの話が佐藤で、第4中東戦争勃発が田中ですから、ハロの順番になります。で、そうすると答えは A です。で、その後ろに E が来るんですね。いいですよね。ハロ。だから1、2。で、E の順ですから。はい。これで間違いなく答えは A という形になります。はい。